なぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと。生命科学の権威ナサニエル・バードだぞ。私は君のように患者の下の世話だけしていればいい看護師とは違うんだ。上層部の人物とのコネがいくつもある。君には想像もつかん様々なプロジェクトについて軍から相談も持ち込まれる。だから余計な詮索をして私の時間を奪うな。はい、申し訳ありません博士。で、書類の中身は見ていないんだな。はい、言われた通りシュレッダーに。よし、ならばいい。じゃあさっさと患者のクソの始末に戻るんだな。それが君の仕事だろう。私の靴も磨いておき。はい博士。ピカピカにするのが専門だろう。もう行け。このことは内密にしろ。耐えれる。バードは死んだ。撃たれてる。マジかよ。ワクチンは？今探してる。 PC があるはずだ。それで調べてみろ。主任ナサニエル・バードだ。9月29日午後11時。私には時間がない。そう痛感している。これから私が話すことによって全てが白日のもとにさらされ、私の名誉が少しでも回復されることを願う。今この町を襲っている災害の原因は全て生物兵器である D ウイルスの漏洩にある。そのウイルスを作ったのは私の雇い主アンブレラ社だ。アンブレラは D ウイルスのワクチン開発を私に依頼した。この私のオフィスにサンプルが保管され、地下施設にも備蓄されている。だが上層部の連中は保身のため処分しようとしている。世間に知られたらまずいからだ。さらにウイルスの存在を示す証拠を全て消そうとしている。私はバカではない。私にも身の危険が。ジルは最初から分かってた。なのに俺を信じてくれた。ワクチンを見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。町の惨状を見てないのか。無事にたどり着けたら奇跡だ。もう大丈夫だ。
聞いてくれよ。なんだタイル、一体どうした。ラクーンシティに拡散するウイルスの封じ込めは不可能と判断しました。10月1日に巡航ミサイルでラクーンシティを爆破します。未感染だと判断する市民は直ちに脱出してください。これは試験放送ではありません。繰り返します。1日しかないじゃないか。まだ生存者がいるんだぞ。政府が気にすると思うか。くそ、奴らが来た。ここにいろ、俺が片付ける。武器を調達しないと。外は敵がうじゃうじゃいる。奴らの侵入経路を断つ。窓のシャッターを下ろすぞ。どうやってやるんだ。病院のセキュリティシステムに侵入する。それまで持ちこたえてくれ。さあ、お楽しみはこれからだ。
せろ。散々だ。だがとにかく終わった。今から戻る。ワクチンがしっかり効いてる。よかった。どこ行くんだ。やることがある。やることってなんだ。街はもうすぐ爆破される。お前は政府に連絡してくれ。ワクチンを見つけたって時間を稼げ。肝が座ってるな。よかった、無事か。いい知らせだ。全て終わった。町は安全だ。どこ？何が起きてるの？市民の皆様、ラクーンシティは数時間後にミサイルにより爆破されます。ミサイルはあらゆる生物、病原体を根絶します。誰一人生き残れません。10月1日？避難してください。これは嘘でしょ。そんなに経ってるの？直ちに避難してください。